佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は笑顔のパワーは素晴らしいです。笑顔、いいですよね。私も常にそうありたいと思っています。いつも笑顔。そう、笑顔でいるとき、人は脳から心を安定させるアルファ波やシータ波が出ています。そうするとアルファ波はリラックスの副交感神経が元気になって、あなたの筋肉も緩んで血流がアップしてくれます。また消化吸収能力が高まりますから、体温や血圧も安定しますよ。常にリラックス状態です。そしてシータ波は脳内でベータエンドルフィンという幸せホルモンが分泌されて、あなたのそのストレスや痛みが和らいでいきます。これは鎮痛効果がありますから、痛みが和らいだり気分が爽快になったりと嬉しいことがたくさんですよね。これらは全部脳ストレスを取る天然の精神安定剤です。私も家族や周りの方々にとって、クライアントの皆様にとって、天然の精神安定剤としての存在でありたいなといつも思っています。さあ、ご一緒に笑顔を増やしていきましょうね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。